6月3日の広島戦、4回チャンスで打席が回ってきた中田選手、先制のタイムリーヒットを放ち、地元広島のファンを大いに沸かせました。試合も終盤に差し掛かる頃、中田選手の実家では母香織さんが大宴会の準備に大忙し。それでも気になるのはやはり息子の打席。おお、あ、残念残念1989年、中田家の次男として産声を上げた中田選手。活発な少年で野球は小学2年生から始めました。昔ですか？もう見ての通りの、まあ、やんちゃの元気なもうそこら辺にいる野球少年ですか？なんかそんな感じですよね。もう本当練習だけは人一倍やってましたね。はい、だから、うん、まあ頑張れてるのかなと。本当にまあ野球が好きな子なんですよ。だから弱音を吐かずに、まあ、時々お茶くみしたりもしてましたけどね。また雷が落ちるし、ならまた、もう何回も繰り返しですよ。もうよっさんも子供さんと一緒も、はい。もう一生懸命してる姿をね、見るのが私も楽しいから、うん、まあホームランもすごく嬉しいことなんですけどね。でもそれ以上にやっぱりチームのみんなと仲良くとか、うん、だって後輩の子たちを可愛がったりとか、ああいう姿を見るのが一番なんかこう温かく、こう私は嬉しいですね、はい、母香織さんのお友達にも手伝ってもらい、宴会の準備は無事完了です。そしてこの日の試合を勝利で飾った選手たちが続々と中田選手の実家に到着。中田選手を含め総勢14人、豪華な顔ぶれが揃いました。お疲れ様です。昨日今日、広島戦2連勝おめでとうございます。こんなに素晴らしいたくさんのご飯をありがとうございます。さあみんな明日も頑張ろう。乾杯。お母さんのおかげです。本当に座って いつもの儀式ある。お前それ調子いいじゃん。絶好調だそれ。そう、それで今日何だっすか。それ今日何だっすか。2昨日は昨日は打率は打率はあんま見てない。3割8分ぐらいでしょ。交流選手位何これのおかげじゃん。もうじゃあやった方がいいっすな。やろ、よっしゃ。どうかカメラちゃんと押さえず、これいつも試合前の儀式の電気。よっしゃ、気持ちいいよ。よっしゃ、よっしゃ、ドビドバドビー。今日の言ってるの面白くない。なんかそうなるよ。なんかそれそうなるよ。杉谷さん、毎年広島遠征帰ってくるのか。広島、そうですね。どういうわ、去年も今年もここで、活力をつけさせてもらいました。交流戦のこういう時しか帰ってこれないから楽しみの一つでもあるよね。でまたね、こんな賑やかな感じで、ね、もうみんな揃ったら来てくれるからね、ありがたいというか、まあ、嬉しい限りだよね。中田さん、実はこんな人、一言ずつ。そう、こわもてに見えますけど、実はものすごい甘えん坊です。几帳面。几帳面。ロッカーめっちゃ綺麗です。ああ綺麗。隣なんですけどめっちゃ綺麗です。物がないの。いやあるって結構綺麗。なんかもうなんか新鮮な場所みたいな作ってるんです。なんか。これ僕のピッチングコーチ。僕のピッチングコーチです。はい。これ勝ったよ。はい、メンタル面でよく学んでます。なるほど。ある意味こう、チームを引っ張っていくみたいな気持ちでね、今シーズンやってて、なんかいい感じで来てるんじゃないですか。まあ、別に
ってるっていうような感覚はないけど、みんながやっぱここでいろいろ考えて、それは俺も含めて若い選手ではあるけど、みんな自覚を持ってね、頑張ってるから、何も失敗もないけども。食事も一段落したところで、杉谷選手が中田選手の2歳になる娘さんを笑わせることに。めちゃ見ててね。俺結構集合好きなのよ。集合好き。後輩に集合言うのよ。分かってないわ。集合ってこう集まれ集まれて、良い子のみんな集まれってやってんだけど、俺もっと集める。自分をこう集めたい。自分を。ここ関節大集合。難しい。めっちゃ強い。